皆さんこんにちは。私は中国南京市在住の日本人、竹内涼と申します。ありのままの現状を世界に伝えること。あなたは中国を色眼鏡で見ないことは分かっていますね。もう一度武漢に遊びに行きたい。日本紀录片导演竹内亮最近红了。疫情期间他拍摄的纪录片好久不见武汉引发大量关注。日本媒体问我，你采访武汉的时候有没有中国政府干涉你的内容，